海と日本プロジェクト in 徳島。7月29日海部郡南町伊佐里地区でおいでよ海の学校へが行われました。このイベントは都会に住む人に海でできる遊びを体験してもらい、地元の人たちと交流を深めてもらおうというものです。この日は県内をはじめ東京や大阪などから抽選で選ばれた家族連れらおよそ50組150人が参加。浜辺での遊びやシーカヤック、漁船に乗ってのクルージングなどを楽しみました。参加者らは普段することのできない海辺での体験を満喫した後、地元の人たちが用意してくれたアワビカレーに舌鼓を打っていました。何が一番楽しかったですか？エビを取ることです。すごいね、海があって川があって生き物がいて、さっきヘビも見てびっくりしてすごいなって思いました。自然と触れ合えて、こういろんなクルージングがあったりとか、もういっぺんに全部が楽しめる感じで、とてもいい機会だと感じています。いつもは静かな漁村も、この日ばかりは真っ黒に日焼けした子どもたちの歓声であふれていました。海と日本。